はい、皆様こんばんは、ブルーです。今回はマリオカートツアーパート85、本日からピーチツアーが始まりました。ということで今回は、ピーチカップをやっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。よかったらね、チャンネル登録または高評価の方もよろしくお願いします。まず最初はピーチサーキットです。もちろん使うのは、ピーチと言いたいところですけど、今回は安いと思います。で、こっちにはスノーマシンでこのリアルナッツを捨てます。さあ、N64 のピーチサーキットです。昔よく N64 のピーチサーキットやってました。それでは真ん中スタートです。コースはほぼ一緒だけど、全体的に言うとね、マフになってますね。ゴー、コース懐かしいな。それでは第2戦いってみよう。第2戦はマリオサーキット R。 3DS のマリオサーキット R、スタートです。私は最高ビタン2番目の7番手。3、2、1、ゴー。
それでは第3戦いってみよう。第3戦はレインボーロード R。 ここのカラーでこれでいきます。さあ SSG やこのスーパーファミコンの方ですね。このレインボーロード R、 さあどんなに進んでいくか、真ん中スタートです。さあ私は何番ください。バンプ3、2、よし、ゴそれはラスト行ってみよう。ラストはタイムアタック。2つ目の動画からマシンドライバーでクリアを目指そう。何を話してるぞ。ゲットスタートです。3、2、1、入ってっかい。さあこれをクリアするとまでとったかな。41秒45です。さあどうか。音になってのゴールでした。さあ勝ちです。はい、最後まで、ご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録または高評価の方もよろしくお願いします。ということで、次回のマリオカートツアーでお会いしましょう。さよなら。